定刻になりましたので、始めさせていただきます。皆様、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。ただいまから日本病巣疾患研究会設立総会を開催いたします。私は、本日の司会を務めさせていただく保育研究会理事、鈴木歯科医の鈴木重光です。どうぞよろしくお願いいたします。最初にですね、開会の挨拶を日本病巣疾患研究会副会長今井和明より申し上げます。よろしくお願いいたします。改めましておはようございます。日本病巣疾患研究会の副会長の今井と申します。今日はですね、皆様お忙しい中、このようにたくさんの方がお集まりいただきまして本当に感謝しております。今から、設立の趣旨などに、関しまして、15分ほどお話をさせていただきたいと思います。日本病巣疾患、研究会設立にあたって、私はいろいろなところでの講演で、常々、医科歯科連携というものはまず呼吸というものと、病巣疾患、この2つが医科歯科を結びつけるノリであるというふうにお伝えしてまいりました。特に呼吸というのは酸素の取り込み、人間が生きていく上で絶対に必要なものですけれども、口あるいは鼻からの酸素の取り込みを考えれば、歯科とそして耳鼻科両方の先生方のお仕事というのは命の入り口を扱う非常に崇高なお仕事であるというふうに認識しております。ここが汚れてしまうと当然体の中は汚れてしまう。でこの呼吸と病巣疾患が医科歯科連携の要である、ノリであると思っておりますが、当然ここには人が存在するわけです。この人も医科歯科共に医療者ですけれども、そして患者さんがあってこそ成り立つわけです。もちろん病気のない方が、健康な方が増えることが医療者にとっては一番素晴らしいことだというふうに思っておりますけれども、この3者が共に手を取り合って病気の治癒を目指していく、体というのはもう皆様よくご存知の通り境目がないわけですから、ここまでが口で、ここまでが鼻で、ここまでがというふうな境目がないわけですから、このようにその垣根を取って患者さん方を治療していく、あるいは、今まで例えばですね、耳鼻科あるいは内科の分野で治療できなかったものが歯科の先生の力を借りて治癒に至る、あるいは歯科の問題だけでは、対応できなかったものが耳鼻科の先生とか、あるいは高野先生のお力を借りて治癒に至っていくということが、これからの医療にとっては必須なんだというふうに思っております。まあ、今がんの手術器医療などについてはですね、保険点数などがついて少しずつその機運が高まってきているとは皆様ご承知おきだとは思いますけれども、それをさらに、草の根といいますか、小さなところからもっともっと始めて、推進していきたいというふうに思っております。ちょっとここから医学的な話から離れます。私は鹿児島県出身なんです。それでこのですね、市木久志木野市というところの地というところにですね着目してほしいんです。ここ昔小さな頃は私の祖母の家がここにあるんですけれども、絶対に海岸に一人では行くなというふうに言われておりました。この辺からも拉致された方結構いらっしゃるみたいですけれども、ここの地のところにですね、こうやって、市木久志木野市の羽島崎というところにこの日本とイギリスの国旗が2つ並んでいるんですね。でこれは何かと言いますと、ここから、薩摩藩士が19人イギリスに密入国をしたところなんです。で彼らは、この部分からこのですね岩のところから小舟に乗って、皆様よく、ご承知のですねグラバーというのを言いますね、長崎のグラバー邸でありますでしょ。彼は商人でしたけれども、彼が用意した船に乗って、イギリスまで行くんです。当時、日本はまだ鎖国をしておりましたから、当然幕府には黙っていくわけですね。ここに行った人たちがたくさん出てきます。中にはですね、例えば山形有朋だとか
五代友厚ですとか、皆様がよくご存知のお名前だとか、あるいは、東京東大のですね、その前身となった東京開成学校の初代校長になった人だとかですね、あるいはカリフォルニアワインを作った人だとかというような人たちが結構いらっしゃるんですね。あるいは、札幌ビールを作った人とかですね、そういう方たちがいっぱい出てるんですね。これ薩摩スチューデントと言いまして、イギリスで、2年から3年ぐらい皆さん一生懸命勉強したみたいです。中には小さな13歳という子も行って、半年ぐらいにわたる日本からの船旅をしていくわけです。でこれがイギリスで撮った写真なんですけれども、彼らは日本を離れて、行く先々で、例えば香港に立ち寄る、インドに立ち寄る、ボンベイに立ち寄る、パナマ運河に立ち寄るということで、世界の広さを見ていくわけですね。そこでこれまでは外人と戦わないといけない、いわゆる上位というやつですよね。上位をしないといけないと思ったけれども、あまりの世界との違いにびっくりして、これは上位じゃない、開国して新たな世界を作っていかないといけないというふうになっていくわけです。1965年ですから、明治維新の少し前なんです。それよりも前になんとですね、長州がですね、1963年、2年も前に、今度は長州5、長州五傑っていうんですけれども、彼ら5人を、長州藩は幕府と戦うために5人送るんです。こちらは本当に密航させるんです。で、行った人たちがですね、遠藤金助、野村弥吉、伊藤俊介、井上門太、山尾要造、それぞれ造兵の父、鉄造の父、伊藤俊介というのは伊藤博文、伊藤博文ですね、内閣の父、井上門太、井上馨ですね、そして山尾要造、工学の父というふうに、いった5人すべてがこのような、素晴らしい功績を挙げて明治維新を成してきたわけです。この薩摩スチューデントは自分たちが初めてイギリスに行ったと思ったら、もうすでに2年前にイギリスに長州の人たちがいたということにびっくりします。そこで薩長の交流が始まっているんです。当然明治維新はまだですから、坂本龍馬が薩長同盟を結ばせるちょっと前の話なんです。草の根では、あるいは異国の地では、こういうふうに長州と薩長でですね、薩摩と長州が手を取って、日本はこのままではいけない、開国して、そしてさまざまな世界を、日本を良くしていくために頑張らないといけないというふうに語り合ったというふうに言われております。今お話したのが1866年薩長連合、この坂本龍馬、土佐藩士のですね、坂本龍馬脱藩しましたけれども、坂本龍馬が、薩長連合を結びまして、1868年明治維新が来ました。私はもうこれ、この坂本龍馬はですね、現代は以下しかにおいては、まさに堀田治しかいないんじゃないかなというふうに思っております。 ありがとうございます。まさにですね、世界に先駆けて、変的パルス、IgA 腎症の変的パルスの治療、あるいは、上咽頭炎などのですね、また病巣疾患に関しての新たな知見を私たちに教えてくれて、そして医科と歯科を結びつけて、今もなお堀田治クリニックでは歯科の治療もしておられますけれども、まさに日本の最先端を行っているこの堀田治先生以外には、医科歯科を結びつけてくれる方はいないんではないかなと思います。それぞれの先生方がそれぞれのご活躍の場所で、今まで、異国の地で薩長の人たちが全く殿様とかそういうところとは関係なく交流してたようにですね、やっておられたと思いますけれども、これから本当病巣疾患、そして呼吸という2つのノリを基本としてですね、医科歯科の結びつきをより強固なものにして、そして病巣疾患というものを多くの方に知っていただいて、難病に苦しんでいる人、あるいは難病の治療に苦しんでいる医療者を救うといったら非常に語弊がありますけれども、共に、楽な方向に行けたらいいなというふうに思っております。この私常々鼻呼吸を日本の文化にというふうにお伝えしているんですけれども、これはですね、私が言った言葉ではないんです。堀田先生が2030年までに鼻呼吸を日本の文化にして、そして医療費を削減しようじゃないかというふうに、力強くおっしゃったことがあります。その言葉のそのまんまパクリを私は使っているだけです。でこれを私は人生の指針にして今やっております。後でまたお話があると思いますけれども、病巣感染症、昔病巣感染症といったものをちょっとご説明いたします。
体のどこかに限局した慢性炎症があり、それ自体はほとんど無症状かわずかな症状を呈するに過ぎないが、遠隔の臓器に反応性の器質的および機能的な二次疾患を及ぼす病巣というふうに定義されます。もともとの原病巣、病気の元となるところがあったとしても、それ自体の症状というのはそれほど目立たないけれども、そことは全く別の箇所に症状が現れてしまう。そして現れてしまったところにどうしても目を奪われてしまって、その治療に難渋してしまい、本当に病気の元はどこなのかということから遠ざかってしまって、その病気の元、病巣感染症、あるいは今では、病巣疾患、病巣関連疾患といいますけれども、この小さな慢性炎症が体にあることによって、さまざまな免疫反応を引き起こして、そして今では例えばメタボでありますとか、あるいは神経の変性疾患とか、膠原病だとかを引き起こすというふうに言われてくるようになりました。これはビリングスが1917年に扁桃病巣疾患を分類したときに、扁桃が 63%、 そして歯が 23%、 歯科口腔の問題で 24% あるというふうに統計を出していました。当時はこういう、チラシが残っています。当然今のような医療は進んでないわけですから、病巣があったら切り取る、切断するとかですね、当然歯は抜歯するという非常にこう暴力的な問題しかなかったわけです。当然ペニシリンが出てくるのは1941年ですから、それまでには抗生剤というのはなかったわけですから、この今お話したの1900年代初め20世紀初頭ですから、切るという手段しかなかったわけです。私たちは、時代が下って、さまざまな手段を持って病巣疾患、病巣感染症に対して、その治療をできるものを持ちましたけれども、これが病巣疾患から来る病気なんだということを知らなければダメなわけです。ですから、これはローズノーという先生ですけれども、彼はこういうふうに言っています。病巣感染は常に症状を伴っておらず、それゆえにそれを知らない医者が見落としするというふうにも言っています。彼は病巣疾患の治療をですね、まず扁桃、そして歯、そして腸の治療をしたところ、こういうふうに、改善、不変とか、半分ぐらいの方が改善、そして、ここですかねは寛解というふうな統計を、これはもう1900年代初め20世紀初頭に出しております。ただしそれから100年経って、じゃあこの理解が深まったかというと、そうではないと思うんです。むしろ医療が細分化していってしまって、体を全体に見る、ホールで見るというところからちょっとかけ離れてきているような気がいたします。もちろん専門家の先生方に専門的な分野で活躍していただくことはとても大事ですけれども、それを一歩離れた状態で、堀田先生がいつもおっしゃるように、木を見て木も見て森も見る医療の実践をしていかなければならないのが今ではないかなというふうに思っております。医科歯科連携で日本の医療の夜明けは近い、そんな会にしたいというふうに私は思っております。先ほど理事会をいたしまして、堀田先生を会長に選任させていただきまして、今から堀田先生のお話をさせていただきますけれども、今日この会はですね、先ほど鈴木先生からご紹介ありました通り、ポイック研究会の協賛と、そして日本財団の方々の協力によって、この場をお借りすることができております。本当にご協力ありがとうございました。このようなことで、今日が第1回の総会ですけれども、たくさんの方々に集まっていただきました。これからがスタートだというふうに思っておりますし、私たちの背後には、まだまだ難病あるいは奇病、原因不明という病気で悩んでいる方々がいっぱいいらっしゃると思います。その方々をぜひとも一日も早くその病気の悩みから救っていきたいと、私はそういうふうに思います。それをしてくださるのが、堀田先生を、堀田治先生ではないかなというふうに思っております。ぜひですね、今日今からの時間、皆様と一緒に勉強していけたらなというふうに思います。どうもありがとうございました。